後藤一氏は、日本の平成、令和時代の日本画家、絵本画家。死刑は、山本求人、田中青坪。日本の伝統技法を活かした描法により、アジアや日本各地に取材した美人画を中心に、風景画、課長画等を手掛ける。また、日本画の技術を用いて、高級壁紙の金刀隠しや、絵本の原画等の制作を行う。 国立大学法人東京芸術大学デザイン科非常勤講師。学校法人、桑沢学園東京造形大学絵本講師。日本美術家連盟会員、日本中国文化交流協会会員、絵本学会会員。兵庫県阿古市佐古市生まれ。小学校1年生の時に大阪府堺市に移る。15歳の時、大阪市立工芸高等学校美術科に入学して、 高校2年生で日本画を専攻し、卒業する。同校の卒業生には、日本画家の冷えた一ホラがいる。この子供時代に、岡本太郎が審査委員長を務める絵画コンクールで、加作受賞する。等、各種絵画公募テンでの入選、受賞は14回に及ぶ。高校卒業後は、東京に上京し、美術予備校の立川美術学院日本画家で、 村上隆らに、デッサン、着彩を2年間学ぶ。21歳で、東京芸術大学絵画科日本画専攻に入学。当時の学長は、平山育夫である。大学では教授の加山又蔵後藤澄を、福焼虎に、日本画を学ぶ。大学3年生より、近藤隔史の復元制作を始め、以後約12年間に、入選3記念館、移り上閣。 孫文記念館、旧岩崎邸等の重要文化財建造物の復元事業に携わり、この技術も日本画製作に取り入れる。東京芸術大学の卒業制作は、インドネシアのボロブドゥル遺跡に取材した、商伝。大学卒業後は、日本画家として、活動をする。活動初期は、国内外の取材をもとに、プランバナン遺跡等の古代遺跡や祖山、 シャリタケ等の自然をモチーフにした雄大な風景画や、野に咲く花々を多く描く。1998年頃より、アジアの美人画をテーマに、アジアや日本の伝統文化、舞踊等に取材した、人物画を中心に描く。現在までに、アコ市シリツ、田淵記念館、JR 藤並駅小さな駅美術館、丸善丸の内本店、銀座教文館ナルニア国。 千葉銀アートギャラリー日本橋等の美術館、画廊、大型書店で多くの日本画古典を開くほか、後藤住夫門下による、章の海日本画店等のグループ展を全国の美術館、画廊、百貨店で多数開催する。絵画公募展での入選、受賞も多い。また、紙の博物館、呉市立美術館、大英博物館等の金東格支店の製品を、 制作、展示する。日本画作品の特徴としては、鋭く繊細な鉄線描、幻想的、物語的な空間表現、中国の少数民族や、各国の民族衣装の華麗な色彩表現、人物の清楚な、美しさと人物の心を表出した目の描写の印象を強さ等が挙げられる。また、アジア各国や日本各地での単独取材旅行を多く、 行う。現在、千葉県松戸市にアトリエを構え、アジアの美人画を、中心画題として描くほか、風景画や花鳥画等の商品も描く。また、日本、アジアの民話をもとにした絵本の原画制作等、日本画を軸とした、様々な絵画表現を探求している。2014年には、作画絵本、犬になった王子チベットの民話が、 インターナショナルジャグンドビブリオテックミュンヘン、ミュンヘン国際児童図書館のザ・ホワイト・レイブンズ2014ザ・ホワイト・レイブンズ国際推薦児童図書目録2014に選定される国立大学法人東京芸術大学デザイン科非常勤講師学校法人桑沢学園東京造形大学絵本講師国選定保存技術金。 当各市製作技術保持者。一般社団法人日本美術家連盟会員。一般財団法人日本中国文化。交流協会会員。絵本学会会員。日本画作品。トン族ビワウタチャンファメイ2008年。後藤ひとし製作日本画古典。グループ展。絵本原画展開催地金。当各市展開催地く主会画公募展の入選。受賞回数20回余り。 国立大学法人東京芸術大学、デザイン科、アートデザイン非常勤講師、学校法人、桑沢学園東京造形大学、絵本、AB 非常勤講師、NHK 文化センター、日本画講座、鉛筆デッサン講座講師、読売、日本テレビ文化センター、美人画講座、水彩画講座講師、コープカルチャー、日本画講座講師、等、 日本が関係金、東格子関係株式会社副委館、官、書店公式サイト、長い髪の娘ちゃんファメ株式会社、岩波書店公式サイト、犬になった王子チベットの民話株式会社、厚生出版社公式サイト、お釈迦様物語たた数、朝日新聞大阪版1986年8月31日長官、月刊ボザール2004年8月3 2 5号、 社団法人美術愛好会、サロンデ・ボザール、広島県重要文化財クレチンジュフ司令長官官社修理工事報告書、P16、1996年3月、財団法人文化財建造物保存技術協会、孫中山記念館、概要2001年、財団法人、孫中山記念会、月刊ボザール2005年12月336号、 社団法人美術愛好会、サロンでボザール、後藤ひと子、青電金東格子の制作について2013年1月、金東格子保存会、ビジョン新法2004年1月号、ビジョン企画出版社。新美術新聞2004年3月1日号、美術年刊者、後藤ひと子が、君島久子祭は、絵本、長い髪の娘チャンファメー2013年3月、 福井館書店、後藤しえ、君島久子文、絵本、犬になった王子チベットの民話2013年11月15日、岩波書店、ミュンヘン国際児童図書館公式サイト犬になった王子、チベット農民はハット、国立大学法人東京芸術大学デザイン科、公式サイト教員一覧、日本美術家連盟公式サイト、日本中国文化交流協会公式サイト、 日本学会公式サイト、グラフィック日本が年間2005年版2014年版、マリア処房読売新聞千葉版2013年2月28日長官。ありがとうございます。